誰の帯え、何年ぶり？30年ぶりかなぐらいだよね。今日、明東区の藤ヶ丘小学校で開かれた開校50周年の記念イベント。30年前に当時の在校生が埋めたタイムカプセルが開けられることになりました。3、2、1、オープン。カプセルの中から出てきたのは夢などを書いた作文や、今では懐かしいビデオテープ。色あせてしまった集合写真の他にも、あ、これ先生が作った歌の楽譜。駆けつけた当時の先生も思わず懐かしいです、覚えてますなんか30年前がそのまま蘇ってきたような、はい、感動してます。すごい歴史を感じる番組ねジャイアン今ではアラフォーとなったかつての小学生たちは、尽きない思い出話に花を咲かせていました。なんか当時にみんな戻ってるんじゃないのかなっていう感じですね。まあ、今日来れなかった人もたくさんいると思うんですけど、まあ、その人たちもまたつながれたらいいんじゃないのかなっていう。今日参加できなかった卒業生の作文などは来年3月の末まで実行委員会で保管するということです。